それではセカンドセッション水着審査のスタートです。エントリーナンバー1番松下春菜。エントリーナンバー2番安川のどか。エントリーナンバー3番堀江美久。エントリーナンバー4番田中志保。エントリーナンバー5番丹下瑞奈。エントリーナンバー6番藤森公香。エントリーナンバー7番氷川由美子。エントリーナンバー8番山本真奈美。エントリーナンバー9番吉原のぞみ。エントリーナンバー10番竹内まりな。エントリーナンバー11番西本あゆ。エントリーナンバー12番高橋あずさ。エントリーナンバー13番千葉クリスティアーナ。エントリーナンバー14番幼いウンジョン。エントリーナンバー15番山口恵里奈。エントリーナンバー16番瀬尾美奈子。
エントリーナンバー17番佐藤セリカ。エントリーナンバー18番落合かの。ファイナリスト18名に入場していただきましょう。それでは上位8名の発表です。この上位8名が次のサードセッションドレスウォーキング審査、そして質疑応答審査へと進めます。それでは発表いたします。エントリーナンバー2番安川のどか。エントリーナンバー11番西本あゆ。エントリーナンバー10番竹内まりな。エントリーナンバー1番松下春奈。エントリーナンバー14番幼いウンジョン。エントリーナンバー15番山口エリナ。エントリーナンバー18番落合かの。エントリーナンバー13番千葉クリスティアーナ。以上8名がサードセッションへと進むことができます。私は脳科学の観点からメンタルヘルスについて研究し、それらの知見を広める活動を行っています。過去の自分の経験やうつ病当事者との関わりの中で、ありのままの自分でいること、自分らしくいることの難しさを感じました。だからこそ、ありのままの自分でいること、自分の可能性を信じることの素晴らしさを日本、世界に届けます。私のことを見てください。今までそんなことが私は素直に言えませんでした。ですが今は違います。自分のことを認め、自分のことをもっと褒めていい、そして私自身は可能性に満ち溢れている素敵な女性だということに気づくことができました。このことに気づけたのは私の大きな強みです。そして私が神奈川から世界へと羽ばたき挑戦することの素晴らしさ、そして可能性は無限大、それを私が世界へ伝えていきます。ありがとうございます。 The sky is the limit。 私は舞台をやっており、ニューヨークの俳優の方からこの言葉を学びました。そこをきっかけに私は自分らしさを認め、覚悟を決めることで自分自身を信じることができました。自分自身を信じることで可能性は広がっていく、このことを私は身をもって自らが証明し続けます。ありがとうございました。私は社会の当たり前にとらわれず、夢を持つことの素晴らしさを伝えていきます。現在美を追求した会社を立ち上げるために SDGs を学生に広める活動をしています。この大会を通して、美しさとは外見だけではなく内面、考えをしっかり持つことだと学びました。 SDGs の知見を広めつつ、
私の夢に向かって頑張る姿をこれからも発信し続けます。ありがとうございます。私はこれまで自分の容姿や言動が人に否定されてしまうことをずっと恐れてきました。しかし本当に恐れるべきなのは人の目ではなく自分らしく生きられないことです。自分を愛し、そして互いの個性を尊重し合うこと、この大切さを私が先頭に立ち発信していきます。ありがとうございます。私はやりたいことにまっすぐな自分が大好きです。しかし幼い頃は髪質、肌の違いから差別的な言葉を受けました。そんな自分が恥ずかしいと思いました。今は人生を後悔しています。しかしベストオブミスに参加し、私のいいところは好きなところにまっすぐに走れるところだと気づきました。私はミスジャパンとなり人と比べる、失礼しました、ミスジャパンとなり人と比べたがる世の中を変えたいです。ありがとうございました。質問はミスグランドジャパン2020神奈川小江塚ゆりさん、お願いいたします。幼いさん、まずトップ8おめでとうございます。ありがとうございます。質問させていただきます。幼いさんが一番自分らしくいられる瞬間はどんな時ですか？はい、私が自分らしくいられる瞬間は笑顔で立っている時です。私はよく塞ぎ込んでしまいます。萎縮してしまいます。それは自分に自信がない分、そして実力が発揮できないんじゃないかと思うときに萎縮してしまいます。しかしこのベストオブミスを通して自分らしく、何よりこのステージを楽しむことが一番自分らしくいれることだと気づきました。ありがとうございます。以前までの私は変化を恐れ挑戦することから逃れてきました。ですが高校生になってから憧れのチアダンスに挑戦すると決意しました。それから私自身、人として大きく成長したと実感をしています。挑戦すれば変化する、私はこのことを先頭に立って皆さんに伝えていきたいです。ありがとうございました。今度こそ変わりたい、私がベストオブミスに挑戦した理由です。その中で私自身や過去を見つめ直して見つけた今まで変われなかった原因、それはすぐに逃げ道を作るという自分の弱さにありました。変わりたいという覚悟を決めてそれをやめると、ありのままの自分を出せるようになりました。人は少しのきっかけで変われる、それを私が伝えていきます。ありがとうございました。昨年2月に行われました2020ベストオブミス神奈川大会、代表に選ばれました3名はコロナ禍ではありましたが1年間さまざまな活動を行ってまいりました。現役最後のパフォーマンス、ファイナルウォーク、ミスユニバーシティ2020神奈川、難波遥香。ミスグランドジャパン2020神奈川、小江塚ゆり。ミスユニバースジャパンプレリミナリー2020神奈川、釣谷真代。ありがとうございました。華やかな衣装で美しいファイナルウォークでした。皆さん1年間本当にお疲れ様でした。改めまして大きな拍手をお願いいたします。それでは神奈川代表3名の発表の前に、ここでミスコンジニアリティを発表します。この賞はベストオブミス神奈川においてファイナリストが決める最も親切で一緒にいて楽しいと思えるコンテスタントに贈られます。ミスコンジニアリティはエントリーナンバー1番松下春菜さんです。おめでとうございます。さあ、それではいよいよ神奈川代表3名の発表をしていきたいと思います。まずは一人目の神奈川代表、ミスユニバーシティ神奈川の発表と参りましょう。
ミスユニバーシティ神奈川に輝いたのは、エントリーナンバー2番、安川のどかさんです。おめでとうございます。2021ミスユニバーシティ神奈川に輝きました安川のどかさんには、2020ミスユニバーシティ神奈川難波はるかさんよりサッシュ、花束、そしてティアラが贈られます。改めまして、本日は会場にお越しいただいた皆さん、 YouTube 配信や遠くから見守ってくださっている皆さん、本当にありがとうございます。どんなに辛いことがあっても、どんなに高い壁があっても、とにかくがむしゃらに頑張ってきて本当に良かったです。そしていつも応援してくれている家族、友人、たくさんの方々、本当にありがとうございます。私が必ず日本一になります。これからも応援よろしくお願いいたします。はじめまして、この度ミスユニバーシティ神奈川代表に選出していただきました安川のどかと申します。私は自分の将来を悩んでいた時にこの大会に出会いました。前向きに生きること、本当の自分を出すこと、その大切さをこの大会に出場し学びました。私が日本一になります。そして誰に対しても優しく謙虚、そして感謝の気持ちを忘れずに常に精進してまいります。ありがとうございます。はい、私が今一番食べたいものは天下一品のラーメンです。あのこってりとしたラーメンがたまらなく大好きで、私はこの期間ラーメンを食べずにダイエットを励んでまいりました。なのでこの大会が終わったら、まず初めに一番大好きな天下一品のラーメンを食べたいと思います。ありがとうございます。続きまして、2021ミスグランドジャパン神奈川代表の発表です。2021ミスグランドジャパン神奈川代表に輝いたのは、エントリーナンバー18番、落合かのさんです。おめでとうございます。落合かのさんにはミスグランドジャパン2020神奈川、小江塚ゆりさんよりサッシュ、花束、そしてティアラが贈られます。この度は本当にありがとうございます。本当に今嬉しい気持ちでいっぱいです。この2ヶ月間でここまで成長できたのは、講師の方や支えてくれた家族や友達みんながいたおかげです。私は他のファイナリストの思いを背負う覚悟を持って今日を迎えました。絶対に私が日本一を取るために精進してまいります。本当にありがとうございました。2021ミスグランド神奈川代表に選出していただきました落合かのと申します。私は他のファイナリストの皆さんの思いを背負って必ず日本一に輝くよう精進してまいります。応援よろしくお願いいたします。自分自身と向き合うことです。私は過去の自分に蓋をしていた部分がありました。ですがこのレッスンを通して自分としっかりと向き合い、ありのままの自分の良さを確かめることができました。今後もこの輝く私の姿を発信し続けていきたいです。ありがとうございました。それでは発表いたします。
2021ミスユニバースジャパンプレリミナリー神奈川代表は、エントリーナンバー13番千葉クリスティアーナさんです。おめでとうございます。千葉クリスティアーナさんには2020ミスユニバースジャパンプレリミナリー神奈川釣谷真城さんよりサッシュ、花束、そしてティアラが贈られます。厳しいオーディション審査、そして2ヶ月間の厳しいトレーニングを経て、頭の上には今栄冠が輝いています。本日は皆さん、この難しい状況の中、私たちのためにご来場いただき本当にありがとうございました。そして神奈川代表として選んでいただき心から感謝しています。この2ヶ月間、これまでの人生の中で一番自分と向き合いました。そんな時へこたえてしまい弱気になってしまうこともありましたが、周囲の友達や家族、講師の方々、そして2ヶ月間一緒に辛いことを乗り越えてきたファイナリストが励ましてくれました。私はすぐ泣いてしまったり気分が落ち込んでしまって、素直な感情な部分の悪いところがよく出てしまいましたが、本当に周囲の人のおかげで支えられてここまで来れました。みんなの夢を背負って自分の夢を叶えるために必ず日本代表を獲得します。本当にありがとうございました。千葉クリスティアーナさん、本当におめでとうございます。ミスユニバースプレリミナリー神奈川2021に選出していただきました千葉クリスティアーナです。すべての人が生きやすい世界を作る、この私の夢と共に戦ってきたファイナリスト全員の夢を背負い、必ず日本代表となり世界へ進出いたします。ありがとうございます。この大会を通して私は自分の感情に素直でいることの大切さを学びました。これまで嬉しい、悲しいと思っていても表に出して人に否定されることを恐れてきましたが、表に出しても周りのみんなは受け入れてくれますし、周りのみんなが受け入れることで私もみんなの感情をそのまま受け取ろうと思うようになりました。このようにお互いが生きやすい心地よい世界を作るためには、お互いを思いやることが大切です。この思いやりの大切さを私は今後たくさんの人に広げていきます。ありがとうございます。神奈川代表に選ばれました3名は今年各大会の日本大会へと出場します。神奈川から日本一、そして神奈川から世界へ、引き続き皆様で応援していただきたいと思います。これで審査発表を終了させていただきます。ファイナリスト18名にもう一度大きな拍手をお願いいたします。